いや、海とも同じ、うん、同じ目線なんだから、うん、自分を見えと思って、そうそうそう、天空からピタピタピタって雫が落ちるみたいな、それがレモンなんですよ、で、雪舟にピタってこう使ったら海と同じ高さになるんだ、でもそこにメロンが浮いてるの、すごい風呂やな、で、和室もあって、そこでしかも行ってみたいわ、天空の雫やろ、うん、で、メロン浮いてるし、ビタビタビタって天空から雫が落ちてきて、それがレモンの味するんやけど、それが溜まって湯船になるんや、でそれが海と同じ高さなんや、そう、うわすごいなと思ったら、その湯船にメロンそう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 、入りたい入りたい